おはようございます。おはよう、キンポン君。2号やった。これね、もう毎日毎日、もうすごいな。これ冷凍できるんやろか。茹でて冷凍したりとか、そのまま冷凍したりとか、どっちが持つやろね。うん、置いとったら全部これ種になってまうもんね。種もいるんやけど、これ九条ネギもやっぱり何でもボンボンさんできてまうね。これ天ぷらしていいのかな。ねえ、なんとかして食べる方法を見つけたんだから、これももうほんまに、うん、毎日こんだけ。今日雨が降る予定やったんだけど、近畿地方はね、雨やみました、うん、で次のね、はい、目がほら第2弾今度こっち食べなあかん。これ終わったらね、もうそろそろこれ5月入ったし終わるかなと思って、うん、そうやな。まだこの子たちはまだ上向いたまんまやからね、うん、今日の1日にはならへんわ、うん。あ、これあかんかな。これちょっと下下がっとんやけど、どうやろうな。うん、いや、またちょっと早いわ。下がっていきようけどね、これ、ほら。うん、ええ感じで下がっていきよう。上向いとったやつが。これ、あれ？どうなんですかね。なんでやろ？虫にかじられたんやろか？これ、大手まり。うん。これ、天井できるかな？ここ、茎んとこ。ね、うん。花がね、ここの花でしたんやけど、春菊のやつで行く方法もあるしね。うん。なんか、ないかな？花も探さなあかんし。いやー、これ、人参これ、抜いてみようか。どんな感じやろ？これ。こっち林立しとうけど間引きせんとね、うん、よいしょ。ちょっとこれ一本だけうっ、あ、まだこんなんやで、ほらまだこんなん、うん、ほらね、まだもうちょっとこう長なっていかんとあかんわ。でもまあ抜いたから、これも勉強しよう、うん、これ種で生きよう、大根の種、うん、白い花ね、大根はこれだけ白い花っていうの、うん、全部もうみんな黄色やから、昨日植えたやつ、うん元気そうやな、うん、元気そうやな。一気に土に入ったら違うね、うん、今から頑張って、うん、ついな、ほんまにマジあれやん、トマト植えたいから。イチゴもまだ現状できんわ、うん、今年ちょっと遅いかな、やっぱり、うん、去年なんかもう5月にね、うん、お供えしょったんやけどね。だちょっと玉ねぎまだ早いし、ね、ちょっと難しいな、うん、あ、チェリーセージや、チェリーセージの花と、それからこれね、うん、これ切って、あ、これほら、フィリーナってやつがあるわ、うん、あ、これ検証しよう、うん、まだこれはちょっと早いしね、だいぶグリーンピースになっていきようけどね、うん、はい、今から目白押し、5月入ったら頑張ろう。自然の暮らし、キンポン広場。じゃーん。なんでじゃーねんの。いや、我ながらね、よくできたなぁ、ここにあるやつで、うん、これね、はい、春菊とチェリーセージはね、赤いやつと、なんていうの、ミルキーとか言うて、白いね、やつが混ざってるやつも植えたよね。真っ赤っかのやつもあるんやけど、ミルキーは、やったっけ、ママの味やったっけ、なんかそれみたいな感じ、うん、ミルキータイプのやつ、これ小手まり、ええー、ね。はい、いうことでね、まあなんとかアレンジして、まあ5月なんでね、ガラスの滝に変わりましたいう感じでね、まあ自己流アレンジなんですけど、なんとかなりました。それでね、これこれおみきとお米もちょっと置いといて、これもね、まあなんとかなったもんでね、お野菜セットちょっとご覧ください、どうぞ。これね、うん、だからまあこれレタスなんやけどね、やっぱ色とりどりあるから、まあ映えるね、こう色が。で、ちょっとこういう、人参もちょっと出来損ない系やけど、まあ無農薬やしね、もう葉っぱも、炒められるとこは食べられるし、それからパセリもね、うん、この間冷凍してもたんやけど、またこれも、また調味して、シーチキンと炒めて食べようかなと。これはね、もう120個やったかな、うん、並べるん、ちょっと、朝から大変や。ネギ坊主開いてまうんやけど、これちょっとお下がりでね、天ぷらにしようかなと思ってます。はい。で、今日行ってきます。はい。5月1日、お1日ということでね、今から、2階の方で、アマテラスの神様に、お捧げをして、お参りをしていきたいと思います。はい。それでは、行ってまいります。あ、そうそう。今日も、キンポン広場でキンポンです。今日もよろしくお願いいたします。
キンポン広場のキンポンです。はい、改めましていつもありがとうございます。いうことでね、はい、ちょっと前に寄らせていただいて失礼いたします。はい、そしたらいつものように、お見きいただきます。はい、いただきます。いつもね、中杯ばっかりやから、こんな時しか日本酒飲まないんですよ。いただきます。たまにね、いただきましたらね、もうポワーンとなります。はい。5月になりましたね。山々がね、いっぺんに茶色かった山が、白っぽくなって、で、5月になったら急に緑になってくるね。で、また輝くんやんね、その新芽やから、風でキラ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 ーっと、すっごいね、もう連休ってものすごいなんか、心がなんか一気に、癒されるっていうか、なんかね、なんか気持ちがいいね。いろんなところに行きたいね。マスクせんと。まあ社会情勢がね、もうなんかコロナのことよりも、ちょっといろんな戦争のね、不安があって、値段っていうか値上がりになってね、その流通問題が起きてきています。で、まあ、5月言うたらね、まあ今日は何の話しようかなと思ったら、5月は5なんでね。5についての話。5つの5。5は、男の子のお祭りいうことでね。5は火ですから、6月になったらまた水の、木になってね、アジサイの咲く話。まあ、それはまた来月話す。もう、キンニポン話、いろいろ長なってしまうから、簡潔に話すからね。はい。5月言うたら5はね、一応、まあ、男いう意味なんで、まあ、それでね、まあ、端午の節句言うて、恋のぼりを飾った男の子をね、まあ、立ててやる、うん、女の子は、ひな祭りの話させてもらったんですけども、恋のぼり言うのもね、一応ね、皇室の、超太古の昔の話になってた、スメラミコトの話まで遡ってしまうんやけど、まあ、それも、俗な話やから、よもやば話みたいな感じとしてお聞きいただきたいんですけど、5つの子、講師、皇室のね、うん、5人の人のそれぞれの、旗があって、それがまあ、錦鯉に描かれていたその旗を持ってね、各国に、行った時のその旗の印が、その錦鯉になったという言われがあったりとかね、あと一番上の吹き流しが、五色、色火と言うてね、五色あるんです。五色ね。その五色ある旗の吹き流しのやつも、五つの色があるんです。で、もともとその日本から世界に発祥をしていく、人類のね、いきさつの話にまで遡っていくと、話がね、ちょっとずつ超太古の話になってしまって、嘘か誠かになってしまうんですが、神社とか、まあ、行った時に、その五色幕言うてね、五つの色がね、バーっとなっと、今おめでたい時言うたら、ほら、結婚式とかいろんなとこに行ったら、ほら、紅白幕ってあるでしょ？葬式の時は白黒になっとうけど、ああいう感じのやつで、黄色があって、赤があって、白があって、紫があってみたいな、ああ、知ってる知ってる言うて、うん、神社とか行ったらね、即位の礼とかそういう皇室の時でもそういうバーっと横断幕になったのが五色になったんです。あ、そうそう。オリンピックもそうね。オリンピックも五輪マークになってて。で、まあ、あんまりそこまで話したらあかんねんけど、五色人類言うてね、色人、五色人、色人って言うんですけど、五つの人、色があるっていうことで。まあ、日本は黄色人種だから黄色とかね。うん。で、白人の人種としては白とかね。うん、いろいろ、まあ、色分かって緑とか、いろいろなったりしてるんですが、まあ、俗説みたいな話をね、してるんですけれども、まあ、人種の、問題になってくるから、あんまりその色人の話で、色別にしたっていうね、話は、今、この、禁句ことになってるから、あんまり詳しくはね、そこは、YouTube では、お話は、ちょっとしにくい。大体イメージでね、お話聞いていただいたらわかるかな、と思ってます。うん。だから、まあ、語ということに対しては、五大文明があった時の、5つの、大陸、5つの、文明がある、その5つの、人類があるという、その印で、五色人の五色幕というのがあって、吹き流しの五色もそうですし、ちまきなんかも中国なんかに行ったらね、笹は水の意味があって、で、中に入っている、米っていうのは、前にお話しした火の、力を持てるものなので、それを水の力で、巻いて、その糸がね、5色
になっていて、その五色の糸でね、巻いてっていうね、そういう、まあ、5月のその、ちまきを食べる、言われがあったりとかね。まあ、深く掘り下げた話になってくると、そういう、まあ、古代文明の、ところで検索なんか、してもらったらね、上がってきたり、します。金峰も、まあ、そういう、超太古文明の話ですとかね、そういうのはちょっとまあ好きな部分があって、ムー大陸とかね、うん、そういう系統のお話の部分ってちょっとね話が複雑すぎるんですけどね、まあ今日何話をしたかったかっていうと、5月は男の人、男の子のお祭りいうところで、鯉のぼりがあるっていうところの吹き流しが五色神の色人ね、いうところで、で一番上に金の玉がついて鯉のぼりになってる。それもね、実はまあ意味があるんですけどね。いろんな意味が。だからまあ人類が、こう繁栄するための、一つの、まあ、お祭り、になってるっていうところをね、ちょっとまあお話しさせてもらおうかなと思ってたんですけどね。やっぱり、それで文明が栄えてきた、いきさつがありますんでね。うん。結構ね、やっぱりこう、神さんごと言うたら、人類発祥の お話とか、類人猿言うて猿から進化してとか言うんじゃなくって、それはまた別問題の話であって、まあスメラミコと、天皇があって、で人間があってっていうように、神さんと人間との関わりの部分に言うたらすごい深い部分があるんでね。だからその進化論が正なのか、そのちょっと違う話の部分をよーく考えていかないと、嘘か誠かみたいなね、ところになってくると思うんですけれども、ちょっとね、スピリチュアル的な、お話に、なってしまいましたが、5月もね、元気いっぱいに、今からなんです。キンポワールドが始まりますんで。さあ、今からまた、パーッと、短パンになって、再演で頑張っていきたいと思います。はい、ということでね、最後までご視聴いただきありがとうございました。今月もどうぞよろしくお願いします。それではまた。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル